メットライフドームには大観衆が詰めかけています。埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まもなく試合が始まるわけですが、西さん、試合前というのはビデオをチェックしたりデータを集めたり、西さんは結構そのデータ重視されるタイプでしたか？まあ、一応ね、相手のデータを見ながら、試合に臨みますけれども、まあ、どのチームもちゃんとミーティングをして試合に臨んでます。そうです。ここは確実にアウトが欲しいですね。さて、バッターの荻野、どういうバッターなんでしょうか？まあ、アウトコースを引きつけて打つのがうまいバッターですね。なるほど。左に切れます。打ち上げました。ワンバウンドヒットになった。バックホームする。サードランナーがホームに帰っていきました。マリーンズ1点返しました。3対2になりました。ライオンズ、さらに満塁のピンチが続きます。さあ、そして打席には菅野が入ります。さあ、なおもピンチの場面で満塁となっています。初球打った。頭上を破っていく。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。マリーンズ逆転しました。4対3。ライオンズ、さらに三塁二塁のピンチが続きます。残念ながら西武ライオンズ敗れてしまいました。西さん、最後まで点差を縮めることが残念ながらできませんでした。そうですね、まあ、もう一息でしたね。まあ、もうちょっと打線の奮起を期待したいですよね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったマリーンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のライオンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。